終わってるほど難しい教材。ここに関してはこちら、現代文のトレーニングですね。めっちゃ難しいです。めっちゃ難しいんですが、中途半端な学力の人間がやっちゃうと全部が崩れるんですよ。なので、どうもじゃあ、白原です。今回は終わってるほど難しい教材ということで、もう京大とか東大とか受ける受験生でもこれはしんどくないと。まあというかうちの塾ではまあこれをやれということはまずない。めちゃくちゃ暇だったらまあ暇つぶしにどうぞぐらいな感じで、ほぼ指定することがないぐらいめちゃくちゃ難しい教材5つ紹介したいと思います。なのでまあこれをやれと言われた時はちょっと注意してくれと。本当に他の教科が大丈夫なのかということを確認した上で、まあそれでもやるんだったらまあいいかもしれないというような教材ですね。はい。まずはね、英語からいきましょう。英語に関してはこちらです。英文解釈教室ですね。これに関してはこちら。この英文解釈教室、この動画の方でやりました。全部僕やったんですが、正直ね、まあ、僕の英語力どれぐらいかというと、自分の生徒もう何人も京大に受からしてきてます。で、もう京大レベルで、もうこのぐらいだったらもう十分、これより浮きたいんだったらここ。で、そのレベルの人を指導してるっていうのが、まあ、僕の英語力です。まあ、大体そんな感じなんですが、この僕がやっても、まあ、知らんやつめちゃくちゃありました。知らんというか忘れてるというか、単語も難しいし、構造も難しいし、内容も難しい。難しいみたいな、それがずらりということでめちゃくちゃ難しいです。なのでこれやれと言われたらちょっと待てよと。ほんまに大丈夫か、数学大丈夫、国語大丈夫、理科社会大丈夫っていう風に思ってください。まあめちゃくちゃ難しいですし、大学入試レベルで必要なものではないかなと思いますね。この英文解釈教室、まあ受験英語の神と呼ばれてた伊藤和夫先生が書いた、そんな素晴らしい本になってますし、大学に入って英語の勉強ちゃんとやりたいっていうんだったらこれほどいい本はないと思います。なんでまあ例えばですけど、それこそ旧帝大レベルのまあ大学に入りましたと。で、あるいは文学部で英語をちゃんとやりたい、あるいは理系だけれどもまあ英語の論文とかいろいろ読んでいく中でちょっと一回英語構文復習してみるかと思った時はぜひこれをやってください。これが多分ね、売ってる英語の和訳の本、解釈の本の中で日本で一番難しくて、多分日本で一番網羅的です。多分ね。なのですごく素晴らしい本です。すごく素晴らしいけど残念ながら受験生向きじゃないですね。大学受験生向きとはまあ言えないかな。大学に入ってからやるんだったらやってください。続いて数学はこちら、ハイレベル理系数学ですね。これに関してはもうね、やれと指定することがほぼないです。うちの塾生で、まともにこれが勉強計画の戦略に乗ってきたのはね、本当に数えるほどだと思う。僕10年ぐらい指導経験あるんですけど、多分そのキャリアの中で2回とかじゃないですか。多分ほぼ出てきてないと思います。まあそれぐらい難しいですね。何が難しいかというと、ここにたどり着くまでに他の教材がいろいろあるんですよ。例えばこの1個簡単、まあ妹に当たる教材ですね、優しい理系数学というのがあります。これでも相当難しい、大概難しいですし、載ってる問題数もまあ200問ぐらいかなあるんですよ。で、その200問消化するんでもまあ大変なんです。で、基本的にうちの塾のカリキュラムではその前段階に例えばチャート式を何周も反復したりだとか、まああるいは一対一対をやったりだとか、あるいはプラチカをやったりだとかっていう他の教材をやってやってやって積み重ねた上で過去問もやった上でやるんだったら優しい理系数学もやっで、さらに他の教科も完璧にした上でこれなんですよ。あんまり出番ないですね。非常に素晴らしい本です。まあ載ってる問題もレベルは高いですし、うん、まあいいところついてくるな、あそこ聞かれたら困るなっていうものが、めっちゃ載ってる。非常に素晴らしい教材ではあるんですが、あんまり出番がないですね。難しすぎるから。まあ最後の最後にどっしり構えてるっていうような、まあそういう、まあラスボスですね。受験数学界のラスボスと言ってもいいんじゃないかなと思います。やるんだったら最低でも4ヶ月ぐらいはこれに時間を取らないといけません。つまり2週は最低しないといけないんで、その受験直前期に4ヶ月暇な受験生ってあんまりないでしょ。なんで、まああんまり出番はないかなと思いますが、やったらまあもう結果は出るんじゃないかなと思いますね。続いて国語いきたいと思います。ここに関してはこちら、現代文のトレーニングですね。これはね、めっちゃ難しいです。めっちゃ難しいんですが、実はねこれ僕ね血迷ってやっちゃったんですよ、高校生の時に。ではっきり言うと現代文の点下がりました。できなくなりました。なぜかというと難しいから。つまり現代文っていうのはまず基本的に教え方が2通りあるんですね。まあ大きく分けて河合塾的な教え方、そして寸大
体的な教え方、2つあります。まあこれ僕は勝手に命名してるだけですが、河合塾の教え方っていうのは本文に忠実にやりましょうなんですよ。で、寸大のやり方っていうのは本文に忠実に振るだけではなく、言い換えたりとかして、もっと点を稼ぎに行きましょうという考え方なんですね。河合塾の方がどちらかっていうと、まあ誰でもできる。まあやれば必ずできるようになるみたいな感じになりますし、寸大の方はやっぱりこう、センス才能を要求するけれども、もしそれがちゃんとできれば、京大とか東大レベルでも他の受験生に差をつけることができるよというような教え方になります。まあどっちもね、やり方としては正しいかなと思うんですが、この本どちらかっていうと寸大派のやり方ですね。他の受験生に差をつけに行くために、まあ本文の内容を言い換えたりとかいろいろごちゃごちゃやりましょうという感じになります。なんですが、それを中途半端な学力の人間がやっちゃうと全部が崩れるんですよ。なのでこの寸大派の勉強を力もないくせに僕は高校生の時にやっちゃって、もう全部が崩れた。でそっからもう一回取り戻してわちゃわちゃするのにすごい時間割いて、まあ現役で大学受験は失敗しました。まあそれで浪人して予備校入って、まあ京大の人で全国1位取ってみたいな、まあそういう感じになりますね。まあなので、これやるんだったら、国語力に関してもバッチリ力があるっていう人だけがやってください。もう基本的なところは完璧に分かっている。で、そこからあえて崩すことができるんだよっていう人だけがやるべきで、まあ中途半端に、ね、まあちょっと国語できますぐらいな人間がやるようなもんじゃないですね。非常に難しい教材なので、まあやるんだったらまず添削指導必須です。で、さらに、ちゃんとした教えてくれる先生必須です。あと自分自身基礎が固まっていることが必須です。プラス、すでに過去問とかやってて、もう過去問ある程度終わってて、暇な人がやってください。しかも、まあ、もうちょっと基本に忠実に、確実に点を取りに行くような教材、他にもいろいろあります。例えばこちら、上級現代文とかね。まあこういう教材もありますので、それでもなおこれを使うっていうのはやっぱり相当レベルが高い受験生かなと。ちなみに、まあさっき言った通り僕キャリア10年ぐらいありますが、10年間のキャリアでこれを指定したこと多分ゼロかな。これまで指定したことがないかなと思います。続いて理解いきましょう。こちらです。難問題の系統とその解き方ですね。これはですね、実は昔、僕は自分の生徒に対してよく指定教材にしてました。なんですが、最近やめました。あんまりこれを指定しなくなりましたね。何かというと、めちゃくちゃ難しいからです。めちゃくちゃ難しいんで、物理で点取りないんだったら、とりあえずリードアルファとか、重要問題集とか、良問の風を頑張ってくれと。で、それを頑張った上で、暇だったら、名門の森をやってくれっていう風に最近は変えましたね。まあ、それぐらい難しい本になります。何かというと、答え読んでもようわからんってことはよくあるんですよ。答えはね、ちょっと薄いんですよね。あんまり、まあこれぐらいしか答えがなくて、まあこれ練習題だけですけどね。実際には、この中には例題みたいなやつもあったりとかして、そっちの方はまあまあ答えが書いてるんですが、まあそれでもちょっと、悪く言うと答えが丁寧ではない。よく言うと、じっくり読み込んで頑張れというような感じの本になってて、まあ時間かかるんですよ。すごくやり込むのにね。時間がかかるんで、まあこの難問題の系統とその解き方、まあ難系と呼ばれてるやつなんですが、最近はうちの塾ではこれは指定しなくなりましたね。難しいから、時間かかるから、他の教材で頑張ってくれというふうに言います。まあその筆頭はこれですね。科学の新演習ですね。難しいけれども、まあぜひやってくれということが非常に多いかなと思います。まあつまりうちの塾の指導方針としては、最近科学で点を取れというふうになりましたがね。そっちの方が安定するんですよ。なので、多くの大手予備校とかも物理のテキストに比べて科学のテキストの方が分厚いと思います。で、それはなぜかというと、まあ科学の方がやれば必ず点になるんですね。なので、まあちょっと保守的にうちの塾もそうだし、まあ他の大手もそうなんですが、基本的に科学で点を取ろうと。だから科学のこれは難しいけど読んだらわかると思うし、これ回答解説もすごい丁寧なんで、これは頑張れと。なんだけど、まあ物理に関してはちょっとランク低めのやつで、もうそこで遊んでていいんじゃないですかと。で、大体試験時間一緒ですので、まあその同じ試験時間内で頑張るんだったら科学の方頑張ったらいかがですかというふうに最近は指定しますかね。ラスト、社会行きたいと思います。社会に関してはこちら、標準問題成功ですね。社会の標準問題成功を指定する大学、2つだけあります。早稲田と慶応ですね。この2つの大学だけは標準問題成功までよかったら頑張ってくださいというふうに指定します。まあそれぐらい難しいです。総計以外、これの出番ありません。もっと基本的な教材、もっと基本的な標準的なものをしっかりやってくれっていう風な指導で、まあうちの塾も早稲田も慶応も何人も受かってます。が、やっ
ぱり、社会ね、ワフェダ KO、まあ名門ですから難しいし、で、細かい用語を知ってたらもちろん差はつくし、なんだったら他の受験生そういうとこまで勉強してるんで、やらないわけにはいかないよね、ということで、まあ渋々頑張ってくれというふうに言うこともありますかね。ただ、まあ国立大学でこれをやれと指定することはもう多分ないですね。もう本当にワフェダと KO だけで、ワフェダと KO の受験生3教科ですからね、まあ時間あるでしょうということで、まあよかったらやったらいかがですかという感じで指定しますかね。ただやっぱ難しいですよ。この日本史の標準問題成果は非常に難しくて、知らん単語もいっぱいあるし、この知らんくて見たこともないんですよ。これまで結構社会やってるはずなんですよ。用語集も覚えました。他の問題集も一通りやりました。もう散々社会に時間割いてしっかり勉強して資料集とかも読み込んでってやってるのに知らないんです。で、心折れるっていうね、これ知らん、あれ知らん、心ボキみたいなことがすごい多いですが、やっぱり早稲田とか慶応受けると、特に早稲田ですね、受ける受験生は、まあやってくださいと。ただ、まあ、ぐらいですね。はい。他の大学だったらほぼ出番はないかなっていうぐらい難しい教材になります。ただね、やればもちろん力はつきますので、まあ本当に、他の受験生に差をつけたい受験生は、まあ頑張ってやってみてもいいかもしれないけど、東大、京大受ける人はまあやらないでください。なんか難しい教材だからやらないといけないんじゃないかなと思ってやりがちなんですが、やりゃいいってもんじゃないですからね。やりゃいいってもんじゃないので、まあやるんだったら気をつけてねというところになります。早慶受験生だけ、やってくださいというところですね。はい、ということで今回はまあ難しすぎてなかなか指定教材にしないけれども、まあやればねめちゃくちゃ差つくんですが、ちょっと他のもうちょい基本的なやつやった方が良くない？他の教材やった方がしっかり安定するよねとか、他の教科やった方が合格率高まるよねみたいなところがある。けれども、まあ、すごいいい教材、5つ紹介させていただきました。今回この動画撮った理由として、大体難しい大学行きたい人ってあれもこれもやりたがるんですよ。ただ、捨てる勇気っていうのは結構大事なんですよね。この大学だったらこういうのが出るからこれは頑張れと。で、この大学これも出ないからやるなみたいな、取捨選択は非常に大事になってきます。まあ、だからこそ、まあ、大学受験っていうのはまあ、情報みたいな感じも言われますが、あれこれやるんじゃなく必要なものをちゃんとやっていこうというところですね。もし今京都大学受けたい、そして京大対策よくわからない、何をやったらいいのかわからない、どういう問題が出るかわからないという場合、僕の方でこちら、京大対策セミナーというのをやります。この動画の中で細かく話してますので、京都大学志望する人はぜひこの動画を見ていただいて、まあ、このセミナー来てみようかな、どうしようかな、ちょっと悩んでもらったらと思います。動画の途中でも紹介しましたが、僕の塾、まあ、京都大学何人も受からせてきてますんで、よかったらこのセミナー来てください。ということで、今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。